はい、皆さんこんにちは。今回の ADPTR のスカルプト、これにとってもハマりました。これは安全で簡単に音質をよくできて、なおかつ簡単でと言いながらとっても難解な面白いソフトです。このソフトのいろんな説明をする前に、ここにあるオートゲインをどう使うかで、かなりこのソフトの価値が変わってくるというものです。まずはゲインを測るところからします。今、ざっくりこんなんかなと思うように音を作ってあります。上向きのコンプレッサー、下向きのコンプレッサー、そしてチューン、トランジェント。この4つが並行してとっても巧みに動きます。そして、ここのオートゲイン、これがとても重要です。まず、オートゲインを測るところからやってみます。ここで、今はゲインが 0.0 になっています。そして、ここで鳴らしながら測ります。はい。今、-3.4 というふうにオートゲインがセッティングされました。そして、測るのを中止します。そうしましたら、ここからは音圧をどんどん上げていったりしても、決まったレベルで外に出ていきます。だから、とっても安全なのです。やってみます。ここが動くのをよく見ていてください。はい。ちょっと他のソフトとかが立ち上がりすぎていて、オーディオインターフェースがブチブチ鳴っていますが、それはご了解ください。いくらこのように変更を加えても、オートゲインが自動で賢く働きます。今日はこれだけの解説でしたが、これからこれの真髄を皆さんに解説する動画を作っていきたいと考えています。村長でした。